こんにちは、塾の久保です今夜の深夜のコソコソ話ですけどもナミ、まあ、さんのね動画を拝見しました諦めずに続けることが重要だということですよね先日こんな方とちょっと対談をしたんですよこれは動画に残したわけではないんですけども、えー、年齢がね55歳前後だったと思いますでまさにねその方が言われたのは久保さんがこれから 50代に入っていくでしょで50代に対する決意を聞いて「いやーそんなこと私は考えなかったな」というふうなところから始まったんですよ。でその方のご相談だったんですけども「もうね55になってくるとできる仕事が限られてくるんだよ」っていうふうに言われてました。もうね、若いいいやつみたいにいろんな仕事が選べてとか 高い給料をもらってとか、そういうことじゃなくなってきて、自分にできる仕事を残り少ない選択肢の中から探して、我慢してやるしかないというふうに言われたんですよね。うん。しかし私はこう思ったんですよ。若い人、例えば、19、20歳で、何の人生経験もない。仕事の経験も限られている。せいぜいアルバイトぐらい。つい、この間まで、 学校で勉強していた。もしくは今でも在学して勉強中だという風なね、大学生とかの方もいらっしゃるでしょう。で、そういう方がね、仕事の選択肢広いですかっていう風に聞いたんですよ。だって採用する方としては、経験者求むとかだったら、まあ、19、20歳だと経験者じゃないですよね。跳ねられちゃいますよね。うん。それから、資格が必要な仕事の場合、この資格を持ってる方、 採用みたいな感じで募集出ると思うんですよ。若い方にいろんな資格を取る時間って多分ないと思うんでこれから資格に挑戦すると思うんですよ。ということは若い人は資格を持ってる可能性が少ないんでもちろんこれから取ると思いますけどね。でも現時点で選択肢が多いかって言ったら多分少ないんじゃないですかね。逆にですよ。40代50代にになってて、まあ、社会に出て 20年以上の研究を持つと、それこそ、一つの仕事を継続してずっとやってきたか、いろんな仕事を経験してきて見分を広めてきたか、で、仕事ってのはどんなもんなのか、人間関係はどういうものなのか、新人のうちはどうすればいいのか、先輩になったらどういうふうに後輩や部下に優しくしてあげればいいのか、導いていけばいいのか、人材育成をすればいいのか、いろんなことが見えてくるから、むしろ、 40代か50代って油の乗った時期でいろんな会社が仕事の働き手として欲しがるんじゃないですかねっていうふうにお話ししたんですよね。まあはしょるとこんな感じなんですよ。まあ、そうするとね、その方は非常に罰の悪いような表現になってきてね。まさに久保さんそれなんですよと。私は55になって何かを一つを 徹底的にやってきたというものはないしいしろんなものを転々としてきたけどもいつもねまあ部活で言うと球拾いで辞めてきたんだと野球部に入ったけどもバットを振ることなくグランド清掃と球拾いで「やってられっかこんなことやっても野球なんて上手くなんねえよ」ってやめたとサッカー部に入った「球蹴りできるのかな?」と思ったらボール磨きとグランド整備「やってられっかこんなんでサッカーなんて上手くなんねえよ」 やめた次はバレーボールだバレーボーボル部入ったけども結局恋出しやら物資の掃除やらで下積み生活いつになったら弾触れんだ、まあ、こんな感じでいろんな仕事をやっちゃなかなか先が見なくてその下積みのうち就業のうちにやめてしまって職場の人の名前も十分覚えない程度の半年なり1年ぐらいしか過ごしたことがなくって。 とてもじゃないけども仕事の経験って言えるようなものはないんだと。その業界にちょびっといただけだよ。席を置いただけだよって程度なんですよ。というふうに話されてました。まあ、よくそこまで自分の現状分析できてるなと思ったわけなんですよね。確かにね、考え方としてはずっと辞めずに続けることが大事かもしれない。同じことをずっとやってればそこそこの共闘法を築くことができるんじゃないかなと思いますし、 やっぱりね経験10年20年っていうだけでそれなりの箔はつくと思うんですよもちろん中身は分かりませんけどね、まあ、そう考えていくと年を取って選択肢がなくなるっていうのは本当に気の毒なことなんだけども時代の変化とかありますんでね気の毒なことなんだけど言いてもらえば何のために今まで過ごしてきたんだっていう現実が残ると思うんですよね。 まさにね50代60代でハローワークに行って仕事を選ぶときにああやっぱり伊達に年を取ってないなとどんな仕事でも任せられますねっていう感じでもう選択肢が山とあふれている状態いろんな資格がありいろんなところで実績があり営業も上手企画も筋が通ってるそしていろんな資格を持っていて 業界にや顔も聞く、まあそういうのは全部なくても人間的にすごく当たりがよくってねどこに行ってもその人を中心に笑顔ができる人を引きつける力があるコミュニケーションが上手みたいなことでもいいと思うんですよ。何かを残さないとなんで50になっちゃったのかがなかなかね分からずに自分自身の人生の足を引っ張ることになりそうなると。 挑戦するのも怖くなってくるみたいなねスパイラルに入っていくんじゃないかなというふうにその方とね対談をまとめていったんですよねもちろんだからといって時間は取り戻しがききませんからそうなっちゃったのはあなたの人生のせいですよで終わったわけではありませんそういう方にもちゃんと次の一手ってのを打てるようになってるんですよねそうなんですよたとえ無駄に過ごしたと思っている20年30年でも 無駄じゃない使いい使方っていうのはあるんですよこれはアイディア情報経験こういうのをミックスしてさまざまな人の例を見ると必ず抜け穴がらが見つかるんですよね。でそういうふうにしてねその方ともまあここで具体的にねどうしたかっていうのは言えないんですけども最後には巧妙を見ていやーやっぱり久保さんに相談してよかったと。私も 今回ね、久保さんにいただいたアドバイスを自分の中で落とし込んだときに、同じような年代の人が同じようにね、私の同じように相談してきたときに、同じこと答えますよ。だから、久保さんとの対談では、一つ賢くなり、人を救う力ができたんじゃないかなと思うんです。もちろん、私も救われました。それはありがとう。でも、同時にですね、このありがとうは、私に、あなるほど。未経験で、何の意味もない。 資格もない55歳でもこんな考え方があるんだこっちの道があるんだっていうふうなことに気づかしてくれたそれはこれから私が出会う50代の人にまあ勇気や希望を与えることになるなと何なか急に世の中明るくなりましたみたいな感じでね言ってくださったんですよねはいまあそんな感じでね無駄に年齢を重ねたように見えても考え方一つ切り取り方一つで 自分も捨てたもんじゃないなっていう風に方向転換を図ることができるんじゃないかなと思うエピソードでございました、はい、まあ諦めずに続けること非常に大事ですね人生戦略ということで私も思ったんですけども何の戦略も持たずに50代になってしまった60代になってしまったその結果だけが残ったでもそこからまさに戦略を立てることもできるんですよねそういうい形で自分の人生 残りの人生を少しでも可能性のあるものに紡いでほしいなと思うばかりでございますそれでは本日は以上ですありがとうございました